東京豊島区立郷土資料館で11月18日から12月26日まで、トキワ荘のヒーローたち漫画にかけた青春の特別展が行われています。これは昭和20年代から30年代にかけて漫画界の第一人者手塚治虫をはじめ、藤子不二雄、石森章太郎、赤塚不二夫ら現在一流の漫画家が若き日を過ごした椎名町5丁目にあった木造アパート常盤荘での生活ぶりを復元したもの。会場に作られた4畳半の部屋は、手塚治虫が入居しジャングル大帝を描き、その後我孫子元雄が住んでいた14号室を復元したもので、当時の生活ぶりが示されています。現代の漫画家のヒーローを生み出した常盤荘も建て直され、番地も変わり、横丁だけが昔のまま。12月6日には常盤荘の住人であった漫画家たちが集まり、当時の生活交友ぶりを話し合いました。手ぬぐいをね、首に巻いて歩いてたら、おまわりさんに捕まっちゃったお前怪しいって言われて、そういうアンバランスなね、生活をしていたってことはね、漫画を描く上に何が大切なんだろうっていうね、気持ちがあったでしょう。だから映画はもうとにかくいい映画をめっちゃくちゃお金なくても見ましたよね。あの第三の男とかね、あの時代ですよね。そういう生活ができたっていうね、ところが不思議といえば不思議なんだよね。その後、思い出の14号室で昔に戻って同窓会。貧しくとも同じ志の仲間たちの陽気な青春時代の生活の展示は、現代の青少年たちに生き方のヒントを与えているようです。